本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。この時間は横浜対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。日本国国歌お聴きいただきます。今日4-4-2のシステムで来ているんですが、北澤さん、はい、このサイドバック、これ重要な役割をこれは持ちますね。そうですね、はい、奪った後にどこまで高い位置を取れるかということになりますよね。そうなってくるとサイドの中間との連携ということが重要になりますよね、はい、一番警戒しなければならない逆にこのシステムの弱みということはどういうところなんでしょうか。そうですね、どうしてもゾーンで見ることになるので、はい、サイドバックが出てって取られた時ですよね、うん、そのゾーンがうまく埋められないと失点をしてしまうというケースも出てきますからね、はい、ボールの失いどころ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね、そこのトラジション以降のところでミスが出ると難しくなりますよね、はいはい、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。横浜対日本、エキシビションマッチです。サイドをご紹介しましょう。向かって右側が日本、左側が横浜、大きく縦へ南野、南野から大迫、スルーパスと、これはつながりません。柴崎からのスルーパスをカットしました。手塚、井ノ原、縦を使います。富安、このボールに触ります。素早いパスで攻め上がっていきます。スルーパスを出す、これはクリア。南野、足元大事に行きます。チャレンジはしません。後ろに流す、長友へ、遠藤、中島へ、柴崎へ、裏へ届くか、素晴らしいパス、丁寧に足元を使う南野、柴崎へ、伊藤、さあどうする、右サイドへ振ってクロスが入る、このボールには合いません。大迫、チェックを受けながらのドリブル、長友へ、松浦、ここはいいプレスで奪います。長友、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。一気に縦へのアーチ、酒井、一呼吸を置きます。日本としては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね、全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあサイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、
柴崎、裏のスペースを狙う、いいボールですね、長友、撫でるようなボールタッチ、中はマイスイル、どうだ、ミドル、いや守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。緩いボール、いけるか、キーパーからのロングフィード、小川、横浜、この前半まだシュートが打てていません。クレイベーのボール、クレイベー、これ打つモーションまでの前が、草澤さん、とにかくキレキレでしたね。いや、自ら突破して決める、この高いゴールの意欲が素晴らしいですよね。やっぱりこう自信を持って仕掛けていくっていうのは非常に大事ですよね。先制1対0です。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね。柴崎、遠藤、ふわっとしたボール、酒井、ボールが上がる、さあコーナーキック、日本カットですね。北澤さん、いや動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。大迫、ディフェンスの寄せにあっていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。いや、これすぐ取り返しましたよね、メンタルの強さもありますし、これがきっかけで流れ変わるといいんですけどもね。そうですね。長いボール縦に入れます。手塚、縦へのボール、吉田、このボールをカットします。伊藤、両チームなかなか収まらない。さあ左サイドへパスの交換、裏を狙っていきます。素晴らしい連携、南野、長友、中島へ、南野からサイドのスペースへ、長友が中央へ折り返す、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。サイドを縦に走らせます。ここは間合いを取る、枚数いる、中につなぎたい、中島、どうする、遠藤へ、伊藤、伊藤から右へ、また中央へ、柴崎へ、南野、南野から酒井、ここはクロス、直接行ってしまいました。さあここからの展開、
さあつながるか。ここで受けて自分で行く小川。手塚へ大迫、ここは奪います。南野、ここはファールです。これを拾いたい日本。さあ伊藤、長いボール縦へ。酒井、南野、中島、大迫。さあどこに出してくる。大迫に渡る、チャンスを演出する、シュート、セイド。いやー、今のは北澤さん、ファインセーブでしたね。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。この難しいボールによく触りました。柴崎、この試合アシストを記録しています。さあどうする、柴崎から長友、どうだ、シュート。いや、惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。横浜、赤股、井ノ原へ長いボールを送ります。クレーベからアーチのようなパス、伊藤、柴崎、中島へ、中島からのパス、寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。中、人数揃っている。あっと、これはワンツー。さあ中はいる、大きく縦へ、クレーベ、柴崎、ここは対応します。長友、体を張ります。柴崎から大迫、スルーパスを狙う。長友、裏のスペースを狙う。横浜、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。日本が最終ラインまでボールを下げる。縦へのボール、松浦、伊藤、吉田、柴崎、中島へ、長友、
長友、上がっていく左サイド、長友から伊藤、松浦、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、ミドル、ロックターン、すごい反応を見せました。そうですね、難しい。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。1対1の同点で前半終わりました。振り返ってどうでしょう。非常に両チームの良さが出ていた前半ですよね。プレースタイルの違いも見てて面白かったですし、この後お互いの特徴を生かした戦いになると思いますよ。横浜対日本、前半を終え1対1同点で後半へと折り返します。キックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。南野、大迫来た、どうする、止めた、これよく止めましたね。いや、あの位置からのシュートですからね。アインセーブですね。好セーブを見せました。このクロスには届きませんでした。これは直接出てしまいました。振り切ります。強さありますよね。これは日本ボールです。酒井、遠藤へ、伊藤、酒井へ、南野、長いボール縦へ、大迫から長友、さあどこに出してくる。いや、ファインセーブです。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。日本、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。手塚、長いボールを送ります。長友、ここは競り勝ちます。富安へ、遠藤、酒井へ、上げてくる、必死のクリアですね。富安、伊藤へ、南野、小川、松浦へ、松浦へ、井ノ原から大きく縦へ、クレーベ、さあカウンタースピードを上げたいところ、この柔らかいパス、裏へのスルーパス、このスルーパスは通りません。ボールを下げてリズムを作るか、富安、吉田、柴崎へ、柴崎から長友、長友から中島、伊藤へ、伊藤から南野、中央上がっていきます。チャレンジはしません。後ろに流す、
井ノ原からターテのボール、小川へ、中は枚数います、手塚、松浦へ、サイドを使います、小川、中で味方の選手が待っている、柴崎、酒井、南野へ、南野から大迫、サイドへ、仕掛けるタイミングを図る柴崎、組み立てながら攻め上がっていく柴崎へ、大迫にシュート、中島、南野、南野からスペースに出る、小川、袴田、井ノ原へ、ロングフィードで狙う、長友、このボールをカットします、日本が最終ラインまでボールを下げる、伊藤、スペースを狙う、いやいいボールだ、酒井、柴崎からこのフィードパス、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした、松浦、サイドのスペースを使います、小川、抜けてくる、チャンスを演出できるか、シュート、日本完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました、しかし惜しいシーン、十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね、大きくサイドチェンジ、このパスを受けて長友、上がっていく左サイド、このクリアボール拾いたい、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね、裏を狙う、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね、遠藤、酒井、周りを見る、富安、吉田へ、柴崎、中島へ、柔らかいボール、チャンスでしたけどもね、
残り時間ありませんから気づきたかったところでしょうね。日本は選手交代のようです。クレーベからのスルーパスは通りませんでした。スルーパス、オフサイドです。ここは通しません。袴田、ボールを下げてリズムを作るか。伊藤へ、ボールの奪い合い激しいものがあります。これは笛はありません。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。どうする、長いボール縦へ、さあ一気にカウンター。伊藤、スルーパスを出す。小川、裏を狙っていきます。小川へ、一旦前を取る。松浦、ここで丁寧にコントロール。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。大迫、大迫から南野、この位置で受ける。ここで丁寧にボールを扱う。安西からのクロスボール、横浜、ここは大きくクリア。危険なシーンでした。柴崎、ここを繋げれば。この位置でボールを受けます。横浜、自陣に全員戻ってのディフェンスです。小川、手塚へ、松浦へ、裏のスペースを狙う。大きく縦へ、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。柴崎、縦へのボール。伊藤、さあつながるか。裏へ飛び出した。ここ拾って次につなげたい横浜。日本、これは奪い返します。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏のスペースを狙う。これは合いません。最後前線にボールを入れてきたんですが、ここで長い笛。1対1引き分けです。両チームよく戦いました。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。横浜としては、いや、よく頑張ったと思いますよ。決して弱い相手ではないですからね。頑張りましたね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。1対1の引き分けで試合を終えています。